片田駅は、かつて、滋賀県大津市本片田にあった高和歌鉄道の駅。片田駅は1923年12月、高和歌鉄道の大ごと片田間の開通に伴い、開設された。片田から先に路線が伸びるのは、翌24年4月のことで、この時は、ワニ駅までの区間が開通した。片田は、琵琶湖の協作部に位置し、古くから水運の拠点として栄えていたが、 鉄道の開通をきっかけに大規模工場の進出という新たな動きが見られた。当駅開業後の1926年により、東洋宝石が片田に工場の建設を始め、1927年に創業を開始し、04の生産に着手。これにより、片田には新しい産業がもたらされ、戦後まで町に大きな影響を与え続けた。 高和化鉄道は1969年10月31日をもって営業を終了し、当駅も翌11月1日に廃止された。片田駅は旅客と貨物の双方を取り扱う一般駅。ホームは2本の線路の間に一面配置された島式ホームで、この他に貨物用のホームや2本の側線があった。東洋宝石の片田工場に向かっても、 専用側線が引かれていて、物資の輸送が行われた。列車交換が可能な交換駅。高和化鉄道では、比較的大規模な駅で、1955年頃には、駅長や助役をはじめ出殺係や駅主など、5、6人の駅員が配置されていた。開業から数年間の年間乗降客数、貨物取扱量の状況は、以下の通り。 駅の跡地に立つスポーツクラブ片田の中心地であり、住宅も多い。駅前には、えわ、ー、かバスの車庫が置かれていた。駅があった場所は、国道161号沿い、高尺交通の本家タバス停留所付近に相当する。駅廃止後もしばらくは、駅舎やホームが残され、本家タのバス停として利用されたが、1985年頃に解体。跡地には、 高弱交通の系列会社によるスポーツクラブが立っている。当駅から真野駅に向かって、線路は国道の西側を並走するように伸びていたが、その痕跡は、湖西線の片田駅周辺の開発が進んだこともあってほとんど失われている。高和は、鉄東高和こ鉄東線、けつと線、温泉駅。片田駅真野駅 ABCDEFG 以降、和歌鉄道の思い出。 P46、田中、歌斎藤1998、P394、ABC 新州大津市大七巻、P206、ABCD 高和歌鉄道の思い出、P47、高和鉄道の思い出、P124、ABCD 魔王2008、PP3132、AB、地方鉄道運輸開始、千九1923年12月曜日、 地方鉄道運輸開始。官報1924年4月6日。AB 地区内1967。AB 寺田2010。P10。寺田2010。P15。AB レール。P80。滋賀県統計前所大賞12年版。滋賀県統計前所大賞13年版。滋賀県統計前所昭は6年版。滋賀県統計前所昭は9年版。滋賀県統計前所昭は10年版。 滋賀県東計全書昭和11年版 AB 校、若鉄道の思い出、P48 レール、P75 鉄道の廃止により校若鉄道は、高弱交通に社名を変更し、バスの運行を中心とする会社になった、ABC 吉田1998、P187、AB レール、P97。ありがとうございます。